また宮川さんに最近作った楽器を、持ってきていただいたんですけども、これは、何年作ってことですか？もこれう作ったばっかですか？そうですね、出来上がったところですね。出来上がって2週間そんなにですか。ぐらいですかね。今回もデルジェスがモデル。そうですね、デルジェスモデルです。1730年前後のその割辺との、初期のってことですね。そうですね、はい。そのデルジェスを作るときのモデルにこだわりとかあるんですか？こだわりですか。膨らみは割とそのデルジェスの膨らみを元にして、そこから、こだわりというか、その年代のね、その年代のこいだつわりです。頃のデルジェスが そうですね、その好きとか。1730年代のっていうのは私が一番好きで、その頃の作品は割とこう、ちゃんとした形といいますか、後期はかなり崩れエてキセントリッく、クですからね。それも魅力はあるんですけれども、今のところこう作る段階で、私その作る制作者とすれば、そのもうちょっとまだまともなというか、ちゃんとした形の年代のデルジェスっていうのは、まずそこから作って、それを挑戦して作るといいますか。割とその42年とか43年ぐらいのを作る制作家も、いわゆるカノン砲とかロード・ウィルトンとか、いわゆる名前が有名なものであるのでかもそしうれでないんすですけど、ね。作る方も多いんですけそうでど。すね。あの辺でもちょっと、形も膨らみもちょっと、普通のデルジェスとはちょっと違うので、ちょっと難しいと言いますか。とりあえずは私、まずこの年代の、デルジェスを、もう少し作ってから、デルジェスの、やりたかったこと、そういうことをもうちょっとこう分かりたいなとは思うんですけども、デルジェスの気持ちに気持ち、そこまでいくかどうか。ただストラディバリにしても、デルジェスにしても、今までの、アマティから引き継がれてきた制作とは違う作り方っていうことは分かってるんです。で、開けた時にあれ違うっていうのは、それは分かるんですけども、なんでそういう変化を、そういう違いを、今までの作り方とは違う作り方にしたのかっていうのが、その意味といいますか、それはちょっと知りたいなと思うんですけどね。この30年代のデルジェスというのも、じゃあ実際に現物をご覧になったことがあって、それに影響されてるってことですかね。そうですね、その頃の、作品を見て、やっぱりそのアマティで1600年代の作品とは、がらりと違う、全然違う作り方っていうのは、それは分かるんですけども、なぜそこにそういう違いを作る、違う作り方にする必要があったのか。もしくはその違う作り方によって、アマティやそのあたりの楽器よりもいい、優れた楽器になっているっていう、その理由っていうのをちょっと私は知りたいなと思うんですけれども。今回の楽器も非常に、私とはしてはいい出来だと思いますので、本当、今回ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。